今日紹介するゲームは、スーパーマンのリメイクの映画、マン・オブ・スティールの、アクションゲームです。マン・オブ・スティールの公式アプリらしいです。結構アクション性が高くて、やってて爽快感があるので紹介します。これがメインメニューで、ストーリーモードとアップグレードサバイバルってあるんですけども、まあ、ちょっとストーリーを遊んでみます。一回クリアしたんですけども、まあ適当にこの辺のステージをやってみます。まあ、結構 3D で綺麗な画面です。スワイプしてパンチ繰り出したり、左右のこのボタンで 敵の攻撃をかわしたりします。かわしたら攻撃して相手を吹っ飛ばしたり、倒したりします。こうやって敵をこう車とか道路に叩きつけて引きずったりすると、大ダメージを与えられます。まあほとんどもう敵は瀕死に近い状態で最後ノックダウンしました。まあ、結構いろいろこう倒し方がバリエーションがあって、意外とこう攻略のしがいがあるというか戦略性のある戦いができます。まあ、こういう風になった場合は掴み合った場合はこう掴んでる腕のところの丸いリングをタップすると、敵をこうフラフラにすることができます。まあ、こうやって、ワンステージに 3人から4人くらいのキャラが出てきて、こうガンガン戦っていく感じです。で、一回こう敵をフラフラにした時にこうブレイクってるんですけど、その時にこう最後のとどめの一発を叩き込むような攻撃もできます。まあ、基本的にこう、でこう敵を上にこう叩き上げて、こう空中でボコボコにしてドラゴンボールみたいに地面に叩きつけることもできます。まあ、これ結構爽快感があって、この攻撃の仕方は好きなんですけども、なかなかかっこいいですよね。なんかスーパーマンっぽいなっていう感じがします。それで、これアップグレード画面なんですけども、自分の特殊能力をアップグレードする、画面と、キャラクター自身のパワー、攻撃スピード、武力効果、回避スピード、ヘルス、精神力とかっていうのをアップグレードする画面と、スーツを購入する画面があります。まあ、意外とストーリーモードもたくさん、まあ、たくさんといってもまあ15、16ステージですかね。結構、いろんな敵と戦えて楽しかったです。まあ、意外とこうなんていうんですかね、やればやるほど上手くなってってかっこいい戦い方ができるようになるので、アクションゲームとか好きな人はちょっとやってみてはいかがでしょうか。なかなかおすすめのゲームです。画面も綺麗ですし、動きもなかなかこう迫力があるような演出もあったりして、なかなかいいんじゃないでしょうか。なんかちょっとやり方がいまいちまだ定まらないんですけども、両手で持ってこういう風にやってもいいし、片手でこうスワイプして攻撃する感じでもいいかなと思います。なんかバスに叩きつけたりとか結構すごいですよね。あとこう地面にこう引きずるのもなかなかいい感じです。なんか敵をこう懲らしめてるような感じがしていいです。
敵をこう最後とどめさすときに吹っ飛ばしてやるのは、結構爽快です。おっ、あとなんかこの左上のゲージがいっぱいになるとこう連打で攻撃できるなんかスーパーサイヤ人モードみたいなのがあります。結構これはまた意外と爽快感があっていいんですけど、かろうじてステージクリアしました。まあこんな感じのゲームです。よかったらやってみてください。